したね。敵の迎撃部隊はすでにそちらに向かった。防御ラインを突破して GW のサーバールームを目指せ。どこか近くに隠れているはず。ああ、ムーブ。GWAとつながる通路にはマイクロ波の一種である指向性エネルギー兵器が設置されている。マイクロ波だって。生身の人間は瞬く間に蒸発を放つ。それにうってつけじゃないか。スネーク、メリルが危ない。敵を排除した。
ヘリル。スネーク。
最後のビーストに向かったの。やめよスネーク、もう限界だ。ホタコ、勝ち負けじゃない。鳥の窓に知らずすれば、その泣くようなく、人の窓に知らずすれば、その家に誰かに任せればいいじゃないか。俺たちに止める俺は何も失うものはない。お前は雷だ。光を放つことはできる。早く行って。悪かった、悪かった。お前はね、あの世で会いましょう。命の限り生かし勤めを果たすのだ。君たちの失敗は世界の人類の終焉を示す。行け！
スネーク、この先は俺が行く。サーバールームへは俺が行く。この先はマイクロ波が流れてる。俺だけで十分だ。俺の体は機械だ。俺ならお前の体が。
賢人会フォックス。No one
tree fall. It's so difficult to survive. スネーク、アメリカの秩序は失われ、社会は西部開拓期の無秩序へと変える。この鬼火は世界中に広がるだろう。誰しもが戦いの中で生の充足を得る世界。親父のビッグボスの意志、天国に見放された世界はついに完成した。今頃どこかで親父も臆測んでいることだろう。
そうだ、それでいい。まだ行く必要はない。また会えたな、スネーク。ソリダス、だがゼロ、here's to you, Nicola and
Thank you.
待てよスネーク、忘れ物だ。いや、タバコはやめた。スネーク健康に悪い。一体どこに行くつもりだ。僕らの戦いは終わったんだ。もう僕たちがすべきことはない。いや、まだやり残したことがある。見届けることだ。この先時代がどう進むかを。わかった。それじゃあ僕も一緒に行く。俺はもうすぐ死ぬ。付き合う必要はない。前に言ったよね、スネークは内なるものを次の世代に伝えることができない。遺伝子もミームも人工的に作られたビーストだから。そうだ、俺は青いバラなんだ。美女と野獣のようなハッピーエンドはありえない。俺は自分の姿を、野獣の余命を晒し続けるしかない。この時代の内なる影として。ああ、だから僕が必要なんだ。目撃者がね。目撃者？そうさ、スネークの最後に立ち会う外からの目撃者さ。僕がそれを後世に伝える。ま、僕だけじゃないけどね、目撃者は。僕が君のすべてを記憶する。僕がスネークを見守る。オタコン。僕一人じゃサニーの目玉焼きは辛いからね。日はまた昇る。